はい、ということで、先ほどはマスクを紹介していただいたんですけども、はい、まあマスク以外にもそれぞれそのライブに合ったマスクに合った造形物をね作られて、まあこんだけあるので、ちょっとそんな細かくはあれですけど、まあ、ちょっとずつ紹介してみていただけたらなと思います。まあ一番目につくことでいきましょうかこいつですかね。ちょっと前まで、まあ、バックバンドでバックバンドの方が被ってたバックのマスクを作られたという、はい、でかいですね。でかいですね。でかくなりましたでか、僕も作ったんですけど、あ、そうですね、はい、僕のが多分3分の2ぐらいなんで、はい、やっぱ 1.5 倍ぐらい大きい威圧感がすごい、これは、はい、これも被られて参戦されたんですか。そうですね、はい、インソムニアで被られてた。あ、そうですね、はい。これ素材は何ですか。芯を紙で作って、その上にこう軽量粘土を持って作ってます、はいはい、だからこんなに軽くもある程度丈夫に作られてる。すごい量使ったんじゃないですかこれ。そうですねびっくりする量、びっくりする量、はい、買って、はい、なかなかバグってなんか資料集めるの難しくなかったですか、ね、うん、ないですね。ないですね。同じ画像ばっかり出てきたりとか、後ろにいるし暗いからなんか詳細が分かんなくて、はい、そうですね。かといって本物のバッグやるとなんかこんなディティール出てる個体なかなかいないし、はい、うわ難しいなって僕も思って作ったのが、ね、同じバッグを作ったものとしてまた登場してほしいですね。いや、こういうキャラクターにね、はい、あ、これは一緒に、まあこれは市販のものを、はい、まあ、バッグのバッグのバッグバンドとして買われたバイオリンですね、はい、そうですね、はい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 、これもぜひ、もうこれはもう皆さんご存知だと思いますよ、はい、何のケカセなんだろうかね、何でしょうねこれはまああれですね、ラプレシアでカセさんがつけてた、はい、これはどうやって通してるんですか。もうスポンって、もうスポンってこう入れる感じですかね。はい、まあなんかもう痛くないようにここにちょっと貼って、はい、あと、まあこれもジロールで作られて、はい、そうですね。で、自分でこうそれっぽく色を塗って、いやあのね、やっぱスチロール造形って結構いいんですよやっぱ木とか作るのは結構スチロール向いてて、これはあれですかね、あのなんだっけ、あの建築用のスタイルフォーム、はい、はいはいはい、まあ、ホームセンターとかで皆さんも買おうと思えば買えるので、そういうものを使って、はい、こういうなんかほんとちょっと切って筋持ってペイントするだけでも木の材質って結構簡単に作れたりするんで、こういうの作りたい方はぜひスタイルフォーム買って書いてみてください。わかんなければみそさんにありがとうございます、はい、はいはい、ということで次は、はい、そうですね、まあちょっと目を引く、はい、この辺ですかね。そうですね、じゃあまあこの、まあ、これは有名ですよね。そうですね、まあ、はい、もう皆さんご存知、まあ、ドラゲナイ、ドラゲナイのトランシーバーがダミーであって、うん、まあ、それをこう偽セペイントしてるだけなんですけども、うん、これはね一時期も大ブームでしたからね、はい、みんなやっぱこうやってね、うん、みんなやってた時代がありましたよね、はい、懐かしい。それをちゃんと、これは結構あの深瀬さんがツイートして、うん、してましたよね。あ、そうですね、ご自身のところに上がってましたね。なんかああいうの見て結構真似して再現されたんですかね。そうですね、その画像を見てこの辺ね、うん、汚れ方とか、そうですね、なるべく近くなるように、うん、はい、やっぱなんかこういう汚しやるときはなんかテーマとか結構材質にこだわってやると、あ、ここはなんかぶつかって塗装が剥げてシルバーの金属が出てきたんだなとか、なんかどういうところで使ってるからこういう色を入れようとか、なんかそういうのを考えて、もし作る人がいれば、はい、なんかそういうのを考えて作ってみると結構面白いですよ。そうですね、ね、はい、これもいいですね。なんかほんとちょっとペイントするだけでなんか結構味も出るし、高級感というか本物感がすごい増しますね、はい、やっぱりこれだからほんと作らなくてもペイントだけするっていうのも結構面白いんじゃないかなと思います。じゃあこの隣にちょっと暑いんで今日はね、アイスクリーム食べたいなって思って。そうですね、そうアイスクリームです。はいはい、まあこれはご存知の方はいらっしゃるのかな。これはまあ
わかりそうですよね、なんとなくね。まあこれはあれですね、インソムニアトレインの時に看板にあった、はい、アイススクリーム、はい、そうですね、を立体にしようという、はい、そうですね。もうわけがわかんないですね、なんで立体にしようというあれになったのかが。そうですね、すごいな。なんでそもそもこれは立体にしようと思ったんですか、あれを見て。この中にギミックが実は仕込まれていて、はい、こんな感じではい、はい、この中にギミックが入っています、はい、まあ、電池も変えられるように、うん、ここだけは何も造形しないっていう、うん、はい、こういうアイテムに、うん、まあ、これもやはりこれと同じ軽量粘土で形を作って、うん、ペイントして、はい、会場に持って、まあ、ちょうどこれはもともとこのおもちゃは、おもちゃというかこのカバーのやつは知ってたんですか、はい、持ってたんです。あ、じゃあそこで、はい、あ、これあれ使えるかもなっていうので、はい、あ、じゃあスクリーム作ってみようみたいな感じなんですか。あ、はい、なるほど、これいいですね、ポートガンなんか。あ、はい、どうぞ。あ、これパターンが違うんですね。そうですね、何パターンかあるので、他のも、はい、これを持ってインソムニアトレインに行ってらっしゃったんですね。そうですね、ふらふらしてたので、はい、見たよっていう方も多分いらっしゃるかな。見てほしいな。可愛いですね、これ後ろが特にね、あのこのなんかかなり苦しそうな顔をしてね、なんかここに指を入れてボタンを押すわけですけどなんか苦しそうですね、悲しそうな。ありがとうございます。これはなんか僕はこれすごい可愛いと思ってます。 ありがとうございます。はい、はい、こいつは、こいつは座ってましたけど、これどれだけ分かる方いらっしゃるのかな。つけさん分かりますか。そうですね、これワンモアナイトの MV ディレクト、はい、袋の彼ですね、はい、そうですね、袋、はい、はい、これもなんかね、あのキャラ可愛かったですよね。可愛かった。僕あんまりなんかね、あんまりこれなんかこの PV あんまりちょっとドワーンみたいな、それはないよなちょっと1回ぐらいしか見てないんで、はい、こいつがどういう役割を果たしてたのか、ちょっと僕はちょっとあんまり、僕は今特にないです。踊ってただけですか。踊っただけ。ああ、可愛いですね、確かに。でもね、女の子も出てきますよね。そうですね、うん、これ何ですか。あとはワンモアナイトのやつはゴミ袋からとか、なんかそういうなんかが設定があるんですか。知らないです、ね、それ僕袋だっただけ。そう、袋が、はい、で後ろも見せちゃうよなんだこれって感じですね。いやいや、まあでもこういうのもね、ちゃんと作れる範囲でちゃんとね、作ろうと思うのは、はい、素晴らしいですね。はい、はい、はい、というわけでいろいろ紹介していただきました。はい、いいよ、今日ありがとうございます。ありがとうございます、はい、いやなんかね、もう本当圧巻でしたね。マスクもあんだけあって、小道具というかこういう他の造形物もたくさん作られてて、でまだね、本当はなんか見せてないちっちゃいものとかいろいろあるんですけども、まあ今回分かりやすい範囲で素敵なものをたくさん紹介していただきました、はい、いいよ、ありがとうございます。いやいや、ちょっとありがとうございます。どうでしたか。はい、ガンさん、この間ボクローブとか、はい、キャンプとかで見せてもらったやつだけじゃなくて他のやつも感じてめっちゃ面白かったです。ありがとうございます。そうですね、普段見る機会で全然ないですからね、こういうのって。普通の人だとやっぱこういう人たちに会えるのってライブ、昔のライブね、だって醍醐味だったんですけど、最近数もかなり減ってきて、なんかね、こういう人たちと一緒に写真撮る機会もなかなかない中で、はい、やっぱ今回こういうものを皆さんに見せるってことも良かったと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、なんか皆さんはこれからももしね、あのドゥガラディズムみたいにコンセプトがあるライブが来たとしたら、どんどん作っていく予定なんですか。はい、そうですね、そうしたいですね。で、まあもしライブ会場とかね、まあ、そういうイベントの中で見かけたら、もう遠慮しないで声かけてください。なるだけまあ、ね、対応したいとは思うので、遠慮してると、せっかく楽しいライブが
もったいないので、はい、そうですね。なんか作ってる側もそうやってなんか皆さんと、ね、楽しんでお写真撮ったりとかお話したりしたくてやってる部分もかなりあると思うので、はいはい、ね、そういう時はぜひ本当に皆さん遠慮なく、ね、勇気を振り絞って声かけていただけると、ね、絶対嫌な顔されないと思うので、はい、ね、あの頑張って話しかけてみてください。はい、はい、ということで今日はねたくさんのものを紹介させていただきましたので、ちょっとねまた今度はね紹介じゃなくて本当に造形やってみたいみたいなことが一緒にできればいいなと、ね、はい、いいですね、はい、思ってます。ちょっとまた考えときますので、はい、お願いします。はい、今度はねあのファンタジー太郎くん持っていてね、はい、ね、あの僕はちょっと造形やってたせいでねなかなか反応がなんかマニアックというか専門的になっちゃってちょっといい反応取れなかったかもしれないですけど、ファンタジー太郎くんならねかなりいい反応取れてね楽しんでくれると思うので、はい、ぜひ今度はね、メンバーで何か一緒に僕ができたらいいなと思います。はい、はい、はい、というわけで、はい、本日の動画は以上となります。はい、ありがとうございます。チャンネル登録、高評価お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、皆さんのツイッターもまた貼っておきますので、ぜひ、はい、覗きに来てください。はい、フォローして見てみてください。はい、はい、というわけでクラブファンタジーのみそとえみやでした。はい、お邪魔しました。じゃあまたね。